皆さんこんにちは、シダル DBC 涼介です。本日はこちらプロギアナギアンを押し出したいと思います。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。アイアンっていいのかなみたいなさ、7番ね、7番でっぷりした形状ね。でもどうなのこれ、ユーティリティみたいな、ユーティリティ中空でしょきっとね。中空だね、ほんのり中空だね。ほんのり詰まってんのこれ、随分詰まってる。ほらここはさ、ここは引っ込んでるじゃん、でここが中空なのよ、この部分が。だってここがもしポコッとしたらね、もうなんかズーム C みたいだもんね。古いの言うなって。ね、高強度マネージングフェースでなんと反発係数 0.83 をオーバーしているというアイアンでございます。で7番なんね、ちなみに俺借りなかったんだけど、はい、サンドウェッジまであって、サンドウェッジは角溝にしてあるんだって。これで3度があるの。うん、で、あのもうルール無視だから角溝にしてるんだって。で高反発なの。コアンパさんサンドウェッジだけど、角溝にかかってる暇がなく出てっちゃうんじゃないの。プロギアはなんかもうちょっと吹っ切れたっぽいんだよね。好き放題やってるんだよ。まあ、あの競技に使わなければね、何が来てもいいわけですよ。どう分かんないけど、あそういうことなんです。あでも上から見るともう明らかにここのポテは見えるので、まあそれが嫌な人はダメかな。こういうふうには見えちゃう。ロフト角を当ててごらんなさい。はい、あいあいさ、間違いなく20度台なんですよ。そりゃそうでしょ。そうもうね、25とか6って言っても言い過ぎじゃない気がする。スーパーエッグだもん。だって03も大概立ってたよ。はい、25正解正解。最近25が流行ってるね。うん、そうそう、これを見て何度って当てろっていうこのむちゃくちゃな問い。そして当たるっていう。でもなんか推理すれば当たりそうな気しない？プロギアで一番立ってるわけだから。まあまあまあね。下手したら24がちょっともあるよね。もうでももはや24って、まあ、僕らがゴルフ始めた頃の3番やん。まあ4か3ですよね。3番ね。さあ打たないぞ今日も。お願いします。いや変な音。カキーンって言ったよ。変な音。でも球はいいね。野球のバットみたいな音がしたよ。あのね、多分聞こえてる人は、ベタって音がしてると思うんですけど、なんか変な音してるんですけど、打ってる方には別にそんなでもないよ。すごい。軽く振ったでしょ。相当軽く。アイアンで 1.46 が出たね。一応この M40 に合わせてちょっと軽く振ったら190。最近さ、我々のミートリッツ辛いからさ、嬉しいよミートリッツ出てくれて。あでもいいね。でも上に上がるね。うん、なんか僕21度のユーティリティを抜いてこれ入れればいいんじゃないかな。24度とか抜いて。混乱しちゃうじゃん。いいよこれで。あんだけ高さがあったら止まるって。これ確か M40 でしょ。だいぶちょっと落としましたか。一応お聞きしていいですか、はい、何番アイアンまであるんですか。5番とかあるんですか。5番あるよ。5番はあるんです。今日用意してるんで後で打ってもらいます。5、6が単品販売で、7、8、9P が売ってるのかな普通に。なんか5番にしてなんか7、8、9PA まで売ってます。アイアン用のカーボンかなんか入れたら210とか20吹っ飛ぶいいユーティリティになるじゃないですかこれ。うん、でアイアンよりもユーティリティ形状の方が優しい人がいるから一定数。ありだと思いますよ。ちょっとヘッドスピードが速すぎますわ。あ遅くするのね。失礼。なんか今後輪を考えてますからね。そんなさビュンって振るクラブじゃないから。ほら M40 って書いてあるから。ドライバーでしょ。はい失礼しました。先生突っ込まれるのを待ってました。じゃあ7番円なんで30、まあ45ぐらいを目標に。もっと低くてもいいと思います。いいですか。30じゃあ2、3ですか。うん、ドライバーのヘッドスピードが40ない方が M40 を使うイメージです。32、3はまあまあ大変なんですよ。32、32。可愛く打ってください。うん、可愛い。
160ぐらい出てほしいけど無理かな。32.3って言って 32.7 お見事お見事、もはや特殊技能ですよ。 もっと褒めてほしいそうな、欲しがられたよ、困っちゃう。あの寿司職人がネタに合わせて酢飯をパッといい感じで取るみたいな感じでしょ。おなるほど、うん、粒はね同じ数だっていうからね、え米粒の数までは一緒になる。でネタによって全然違うわけでしょ、うん、そのレベルです褒めてんか褒めてないのか分かんないあのヘッドセット遅くしたらキーンっていう音がし始めて、うん、あのちょっと早く振ってるのとちょっと打感が全然違う感じがするんですよ。距離も出てるよ、うん、出てる。あのなかなかおつな、おつなくらい。あとこのソール形状も相まってですよ、うん、あのなんかほらそれこそスリクソンのアイアンのね、このなんか三角形みたいなやつみたいな感じで、結構ここが入ってもうドゥルンって抜けてくれるんで、あのすごいこうミスには強そうだなっていうか、突っかかる感じはしない。そんな、ちょっと幅見せてくださいよ、ソール幅を。はい、要するに今の話はめちゃくちゃソール幅広くて、これ何センチあんのっていう、うん、ってこれね感じなんだけど、ここにちょっと結構あれがあって、うん、接地面はそんなに大きく、これがベタっとつくわけじゃないっていうことですよね、うん、ここが入るだけ、ね、うん、でもその後ここの段差があってスパンって抜けてくれるんで、うん、ちょっとトップ面に当たったら今度は真ん中のことが当たってずるっと滑ってくれそうな気配もするし、もう明らかにこういうね、うん、山形、山形こういうのもさ、すごい長年作ってるからさ、うん、なんかやぼったいソール意外と作んないんだよね。なんかね、いいよこれ、うん、いいね、まだ早いって、これ石田には石田さん、お父さんにこれ、そうね、じゃあちょっとこれ打ってみてしょ、はいはい、最近僕、はい、ピッチングを打つことにハマってまして、はい、ピッチングを打つことにします。うん、7番の方はソールが厚いような気がする。ピッチングはですね、聞いて驚き、37度です。あ40ってことはないでしょ。ピッチング37になっちゃうと、その下何本入れてサンドウェッジでつなげるんですかね。アプローチウェッジが43度、はい、アプローチとサンドの間に入る AS と呼ばれてるのが49度。あ、もう PS に続いて AS が出た。そう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 、もう最近はずっとそうよ。オールスクエアとかじゃなくて AS があるんですね、うん、まあ、PS みたいなもんですね。そうですね、うん、PS をご存じない方はお父さんお母さんに聞いてみましょう。お母さんは知らないんじゃないですか、ね、知ってる人もいらっしゃるかもしれませんけど、お父さんも水の塔だったら知らないよね。 F って書いてある。 F だろうってくだらないゴルフジョークF だろうそれは。 F って書いてある。はい、分かる人だけ笑ってやってください。あとウィルソンだと G って書いてあります。はいはい、ギャップね、ギャップ。ピンだと U って書いてあります。違うでしょ、 U は、あ、そうか、 P の下だもんね、はい、もう打ち出しから高いね。でも意外と前行かないね、うん、そしてちゃんとピンは入ってるんですよ、うん、そして落下角度50度あるんで、うん、きっとマスターズのグリーンでも止まるんじゃないかしら。いや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 、オーガスタはそんなんじゃ止まんないよ。50度って言われましたトラックマンションの人に。だからもちろんスピンが入ってるの50度でしょう。俺たちアホだからさ、マスターズの最終日の日にゴルフの予定入れてるでしょ。え、僕たちですか、うん、僕とあなた。あれ失敗したなと思ってる。あれ失敗ですね、うん、印象が車の中で見るよ。あれまだスタート時間聞いてないんですけど、多分ゴルフネットワークプラスで見れると思うので。マスターズ最終日の日にゴルフです。絶対入れちゃダメ、うん、ちょっと油断した。僕誘われちゃって、愛したからいいですよって言った。そう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 、まあ俺もそう。すいません、余談でした。いらんこと言いました。ちょっとね、ちょっと最近気づいてちょっとショックだったことだったんで。優勝予想してんのね。そうだよね。でもほら、小山さんの優勝予想の人がまた勝っちゃって世界ランキング1位になっちゃったからね。ああ、シャフラーね。ちょっと一周早かったですよね。連勝ってなかなかな、うん、今までいないんじゃないですか。俺とシャフラーだけがステルスプラスを使いこなしてるって、いろんなところで言ってたんだけど、もうそんなヨタ話も言えなくなっちゃった。有名選手になっちゃった。あれよあれよと世界ランク1位、うん、結局だって、
勝ってから40何日で世界ランク1位まで一気にいったってなんかどっかで見ましたけど、うん、ちょっとピークが早く来すぎましたね。ちょっとね、うん、あの一番上がりやすいんですよ。その短期間にたくさん勝つのが一番世界ランキングが上がりやすいの、はい、マスターズに勝つ、まあまあでもしょうがないですね、勝っちゃったんだからねスーパーエグアイアの動画でする話じゃないかもしれないけど失礼しました。失礼しました。はい、取り乱しました。いい高さ。あの打感は7番と比べたらちょっと詰まった感じがして、あの言うほど悪くない。だから逆に言うとさっきサンドウェッジがほら角溝って言ったじゃないですか。角溝で3度で高反発なのって言ってましたけど、意外と多分打感結構いいんじゃないかな。でもね、触るとなんかね軽い感じがする、薄い感じがするんですけど。でもちなみにそのバガッピロイそのソールの当たり方はどんな感じですか。あのね、多分ダフリーが嫌な人はこれありだと思います、うんうん、で重心が低いからトップ気味に打ってもボール浮いてくれるし、あのアマチュアゴルファーの、まあ、要は一番嫌なダフルトップっていうミスに対してはものすごい許容度が高いクラブだと思うんですよね。ちょっとじゃあダフってみてください。初対面でもダフる人たくさんいらっしゃると思いますよ、はい、うまい。で確かにダフった時にこのマットの抵抗みたいなのを感じてクラブがその抜けようとしなくて突っかかって重たい感じはするんだけど、でもその後ろに行った瞬間にスコンって抜けるんで、あの抵抗は感じますよ。ここのこの受けてるところでね、当たってうわ抜ける抜けねと思ったら後ろに行った瞬間にスコンって抜けるんで10ヤード弱ぐらい落ちてますけど、これなら花道かグリーンの手前に残りますよ、はいはい、でじゃあトップ気味でいきましょうか。尊いトップはまあ普通に距離出るんじゃないですか。やりすぎだってあれで飛ぶクラブはない。ここまでしたら浮くのかなと思ったらちょっときつかったね。やりすぎです。赤道よりは下に入れてください、はい、いいね。多分今のでスコアライン1本分ぐらい低いところ入ったはずなんですけど、素敵です。そこそこ浮くでしょ。あれだったらグリーン下手したらうまくいったらキャッチするかもしれないです。距離出てほしいけどね、うん、もうちょっと厚めに当たったら距離普通に出ると思うんですよ。そう、もうちょっと集めだったら多分もうナイスショットですよ、もはや、うん、いや、いい音、あの、もはや中空ならではのいい音がする。あのね、でも嫌な感じしないよ、そこまで。あの、正直7番の時には面食らいましたけど、うん、なんか聞いてるうちになんかいい音な気がしてきました。じゃあ、おまけ噂の、はい、最後に、一番ロフト角が立ってると言っても21度なんですけど、まあ、5番や21度なんですけどっていうのはおかしいけどいやだって7番が25度で6番が23度で5番が21度だったら距離の差なんか出せませんよ。2度ピッチそれで出せるやつはなかなかの大物ですよ。ちょっと一つで遅いバージョンで打ってます、はい、でもさっきの7番と比べたら上に行くっていうよりはちょっと前のめり感出ません、うん、ほらだってちょっとスピン量がアイデアじゃなくなってきたもん。下が5度とか6度とか空いてるからね、もうちょっと詰めてほしいなという感じですよね。そこは03アイアンと比べてちょっとあのちょっと気になるところですね。03アイアンね。これはさっきの7と同じぐらい、うん、じゃあちょっと振っていい。でも悪くない。多分ね、ヘッドスピード速い、遅い人は5番やん使わないでもいいですよみたいな手だと思いますけどね。うまいなぁ、長いやんが。そんなに振った、うん、最後にフット浮くのがいいですね。おぉ、220ですよ。スピンも結構入ってますよ、うん、もう OK、感想ちょうだいはい、ちょっとでいいわよ。体力の無駄遣いだよまだ長い長いシダの旅があるという45、まあ軽いでしょうね。45、はい、まあ、220。これみんな嫌がれるよ。俺はドライバーで満振りしても40ぐらいしかいかないのにアイアンで45出してるやつがいるって言って嫌がられるよ多分ね46、7いくんじゃないかな。ちょっともう打たなくていいのでスーパーエッグの感想、シリーズの感想を教えてちょ。あ、ドライバーは、うん、ちょっとワクワクしました正直。素敵だわ。一応見せてほら高初速なのは分かるんですよ。高反発だしね、ミドル出るしね。
スピンがね、思ったよりも増えなかったですよ。こういうほらシャフトも柔らかいし、で、まあ、いわゆるそのシニア層とかに向けて高反発でただただ飛ばしましょうみたいなクラブってやっぱりちょっと浮きやすいのが今まで多かったじゃないですか、どちらかというと。と比べるとあのスピン量が少なくてこう前のめり感が出るっていうのはなかなかちょっとこれはあの、まあ、異色って言っていいのか、さっき小山さんが言ったようにプロギアの方がシダル TV 対策で石井が飛ばせそうなクラブを作ったっていうジョークですよ、本気にする人がいるからジョークですよあのというぐらい、裏を返すと僕ぐらいのヘッドスピードの人でも場合によってはシャフトを変えることによったら、まあ、要はプライベートのゴルフで遊ぶにはもう面白い武器になる可能性はあるかも、あるかも。でも球捕まるよ、だからその辺はちょっとうまいことをシャフトを選ぶなりしてもいいと思いますし、でもスライス悩んでる人とかだったらいやこれでいいんじゃないの、ね、って思うし、シーティーチをめちゃめちゃ上げるっていうことよりもクラブとしてバランスよく仕上げるっていうことをちょっと意識して作ってるっぽいんだよね、うん、で打感がね、あの僕、まあ、悪口じゃないよ、悪口じゃないんだけど RS5 の打感がちょっとフェースが薄く感じて、もうちょっとなんかこうフェースに乗る、あのはいドライバーです、はいはい、もうちょっとフェースに乗る感じが欲しいなっていう、でも初速出るなって思ってるんですけど、と比べるとこのエッグスーパーエッグの方がちょっとフェースに乗る感じはあるんですよ。でも初速はダット 55G だな、初速は出るんですよ。だその多分ダット 55G の打感がすごい僕は今これよく感じてるんだと思うんですけど、だからロフト以上にボールが浮くわけじゃなくてロフトよりも浮かない雰囲気を持ってるクラブだっていうことは、まあ、買う前にちょっと気をつけてほしいかな、はい、だから球の高さが自信ない人は11とか 11.5 とか選んだ方がいいと思うし、あの球は浮くんだけどもっと飛ばしたいとかもっとスライスしちゃ捕まらないから前のめりのボールにしたいという方だったらこの 10.5 でもいいかもしれないしっていうところがまずドライバーです、うん、あのすごい僕これ好き、うん、でアイアンはドライバーのそれと多分同じぐらいのフィーリングで打てると思います。でむしろロフトは立ってるんですけどもうロフトなんか見なくていいっす、7なら7、5なら5って番手だけ見てくれればよくて、ボールの高さはちゃんと5番または5番それ以上の高さが出ると思います。7も7、いわゆるみんなが打ってる7倍の高さが出る、だけどロフトが25なんでしょまあ前にチャイーンって行くんですよ。でね、実際にミスに強いうんぬんかんぬんコースに行った時にはこのソール幅はすごい武器になると思います。全番ってユーティリティみたいな感じですね、アイアン型ユーティリティ、ちょっとシャローに入れたいですかね、やっぱりそう、あんまり上からそう打ち込むっていうか、でもね多少上から打ち込んでもいけるかもしれない、はいはいはい、でフェースもまあそんなにほど薄くない、あの低くないので、例えばほら競合他社でいうとヤマハさんの UD プラス2なんかはあのもうちょっとフェース面が低いイメージは僕持ってるんですけど、割と高さもあるので、でまあ低めに当ててもボール浮いてくれるし、あのダフリにはすごい強いし、で打感も最初ちょっと7番アイアン打ってなんだこれって思いましたけど、なんかねショートアイアンとかは意外とあのいい感触もあったし、5番は適当に弾いてくれてたし、これ悪くないと思います。あの僕はこのアイアンはあの結構評価今してます。で、まあ、あくまでその高反発でルール違反だけど、それでもいいから高さが欲しい、距離飛ばしたいっていう方なんかにはあのゴルフを楽しむ上においてはこういうのを使った方が、あのまだまだゴルフをもっとエンジョイできるのかなっていう、要は競技とかじゃなくてプライベートでゴルフしていくってことの楽しみ方でも僕はいいと思う。競技だと同伴のプレイヤーにクレームつけられるからね。まあね、一応ルールの中でもそれは高反発だろうって言われるから、はいはい、まあでも、ね、競技はいいんだよ、でもゴルフ楽しみたいんだよっていう方なんかもいっぱいいらっしゃると思うんで、そういう方なんかにはあとは場合によっては若い方でもシャフトをちょっと変えたりすれば、うん、あのヘッドとしては優しいんじゃないかな。でもね、やっぱこれ打ってほしいね、遊びでいいから、あの決してこう際物じゃないと思うただルリハンだよってことだけは知っててねっていう、シダ会で打たせてくれっていう人が増えちゃうぞいやでも打った方がいいと思う。で、あ、後半波初速が増えってこういうことなんだっていう、ね、でやっぱり今まで飛ばなかったところにね、あのバンカー越えたよとか池越えたよって嬉しいじゃないですか。だからエンジョイ、ゴルフを楽しむよっていう方はこういうのあって僕は全然使って今よりも飛んでくれればいいんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ヘッドスピードが速すぎますわ。